2004年以来20年ぶりの新しいデザインの紙幣。果たして本当に6ヶ月で入るんかなと。発行が2週間後に迫り、広島県内でも各地で急ピッチで準備が進んでいます。こちら公共交通機関で使えますパスピーの IC カードチャージ機なんですが、新紙幣への対応はできないということです。県内各地の交通機関の対応は、各地の動きを緊急取材しました。いよいよ発行が2週間後に迫る新紙幣。1万円札は渋沢栄一、5000円札は津田梅子、1000円札は北里柴三郎の肖像画です。見る角度によって顔の向きが変わる 3D ホログラムも導入された最先端のお札ですが、県内各地の対応が分かってきました。車両の中央広場です。こちら公共交通機関で使えますパスピーの IC カードチャージ機なんですが、新紙幣への対応はできないということです。広島電鉄は路面電車や路線バスの両替機などは新紙幣に対応可能としていますが、来年3月に廃止が決まっている IC カードパスピーに関しては部品の調達が難しいという理由などで新紙幣には対応しません。 JR 西日本は広島駅など利用客が多い駅に関しては新紙幣に対応可能としていますが、詳細はまだ決まっていないとのこと。アストラムラインは各駅に1台は新紙幣に対応する券売機を設置する予定で、乗り越し生産にも対応できるそうです。またスーパーなどを展開するイズミはセルフレジや専用の電子マネーなどで対応する準備を進めています。一方、飲食店などに券売機を販売する業者は新紙幣の対応に追われていました。買い替えのお客様に関しては、はい、そろそろ危ない台になってきたかなって。納期が半年ぐらいっていうふうに言われてて、言ったら今から、ね、半年って言ったら12月の中ですけど、果たして本当に6ヶ月で入るんかなと。実は来月3日までに新紙幣に対応できるのは飲食店などの券売機で5割程度、自動販売機で2割から3割程度というのです。久保社長によると、7年ほど前に導入された券売機は部品を交換するだけで新紙幣に対応できるそうです。そういう新札への対応というのはどういうふうにされてるんですか？改造できるものかできないものか。1000冊と2000冊の受け口がここにあるんですけど、はい、その部品をこいつをそっくり変えてあげると。あ、新札に対応したユニットですね。この機械ですか？そうですね。千円札の場合、部品を交換すると1984年に発行された夏目漱石のデータがなくなり、一つ前の野口英世と新札の北里柴三郎のデータだけが残るイメージだそうです。部品の交換はそう難しくなくって、これに関してはこれを新しいものに変えてあげると。こういうつですね。見た目は一緒ですけど、これが新札対応。そうですね。見えます？新札対応2024って書いてありますね。町に設置された自動販売機は新札で影響が出るものもありそうです。アストラムライン県庁前駅です。改札の外にありますこちらのもみじまんじゅうの自動販売機、しばらくの間新札への対応はできないそうです。知る人ぞ知る冷やしもみじまんじゅうの自動販売機です。本通り商店街や空港など県内の30カ所に設置されていますが、
一体なぜ診察に対応できないのでしょうか。宮島にある本店を取材しました。冷やしもみじまんじゅうの自動販売機を設置しているのは宮島の老舗もみじ堂です。これでいいですか。大丈夫です。自動販売機30台ぐらいあるんですけれども、おそらく10万円以上かかるんじゃないかなと思ってるんですけど、前500円玉やった時に1台やっぱりそれぐらいかかったので、お金生まないところなのでなんか苦しいですね。もみじまんじゅうの自動販売機は30台、診察を使えるようにするにはおよそ300万円の経費がかかるというのです。診察対応 の、 その、機械の読み取りの部分ですね、そこの機材変更ということを、まあ、順次かけていくっていうふうなことを思ってるんですけど、やっぱりこう結構なんか順番待ちもすごいらしくて、まあ、なかなかすぐに対応が難しいっていうふうにちょっと言われてます。診察への対応は宮島の本店でも問題となっていました。店の名物揚げもみじは1本200円、多い日には1日に5000個が売れることもあるため、本店に3台、支店には1台の生産機を置いて営業しています。ところが1本200円の揚げもみじ、券売機を利用する人のほとんどが千円札ではなく硬貨を使っていました。意外とこう見てましたら、だいたい10組中1組ぐらいが千円札だったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。まあそうなるとやっぱりまあ、あまりやりたくない投資は。それでも診察への対応は必要だそうです。ところで町の皆さん、現金はお持ちですか。新紙幣が発行されること知ってます。はい、渋沢栄一とかもそう。渋沢栄一ですよね。渋沢栄一さんは1万円、はい、現金派ですかキャッシュレス派ですか。ほぼキャッシュレス。キャッシュレス。5000円、あ、千円札16000円ぐらい。いや、2万、3万。キャッシュレス派なのに結構持ってらっしゃる、ね、うん。まだまだ根強い現金の利用。飲食店が並ぶ宮島の商店街ではどう対応していくのか聞いてみました。和食のお店なんですけど、券売機がありますよ。あ、すいません、この券売機は何を買う用の券売機ですか。券売機、あのカキフライ、エビテ、アラカテ、エビテ。いろんなものを買うための券売機なんです。はい、そう。あ、これですか。これはあのムスピです。アラカムスピとエビテムスピ。はい。このエビテはおいくらですか。500円です。エビテ。あ、これですか。はい、そう。500円。はい、それです。こちらの飲食店では新紙幣に対応しようとしているそうですが、業者が忙しく対応はしばらく先になるようです。こちらはしゃもじの店、新紙幣に対応した自動販売機を設置していました。あちらなんですけれども。あ、そうです。カープをデザインしたしゃもじのストラップです。新紙幣が使えたらちょっとでもあのお土産買っていただけるかなと思いまして。こちらコッペパンの店は自動生産機を使って支払いをするシステム、2000円札にも対応しているそうです。外国人の方なんか結構今でも2000円札とかかなり多いので、新500円。あ、もちろんそれはもう対応してるんですか。はい、もちろんです。はい、万全ですね。そうですね、トラブルが起きるのはちょっとなんとなく感じてはいたので、まあ、その会社のレジ会社の方の素早い対応にはちょっと感謝してますけど。新紙幣の発行まであと2週間、飲食店にのしかかる負担が心配されます。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。